こちらの中にですね、ちいかわ大ファンの皆様に集まっていただいております。では早速入っていきたいと思います。今日はですね、皆さんにちいかわへの愛を最初ちょっとお話しいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それぞれ推しについてお伺いしてもよろしいですか？はい、早速私の推しキャラクターはこちらになります。ラッコさんです。おー、分かりますか、このふわふわの毛並み。かわいいよー。あまりまだグッズ化がされておりませんでした。この小さいサイズが今日はお持ちいたしました。私の推しはハチワレちゃんです。私のこのハチワレちゃんが好きなポイントは、すごく天然な子なんですけど、なんだろう、ちいかわちゃんとか他の子仲間たちを思うところがすごい優しい子で、とにかく思いやりがある子なんですね。でもそれが漫画の読むと分かるんですけど、すごくひしひしと伝わってくる子なので好きです。私の推しはこのうさぎさんです。はい、一人突拍子もないチルタとか、うん、あとあんまり喋らなくてヤハッパしか言わないっていうところがちょっと裏ボス感があって、その手裏剣でもこの子だけ上位の、手裏剣っていうのがあるんですか？しようとか、どんどんこう成長していく、こうしてあげたいなみたいな気持ちとかもどんどん芽生えていって、なんかそういうところがすごいけなげで可愛いなと思って、もう大好きで。ちょこちょこ皆さん の好きなポイントでちょっとエピソードとかも垣間見えたんですけど、皆さんのそれぞれなんかお好きなお話とかもあったりするんですか？ハズムパーティーズのお話。最近このうさぎが草むらで水産機見つけた。
で、200のファンだったらすごいたまらない数だろうなと思います。今日、ね、多分いい夢を見れると思います。ありがとうございます。ぜひ、チーカワ靴身につけていらっしゃったら、ぜひお話ししたいなと思うので、たくさん見に来てください。お待ちしてます。ありがとうございました。皆様におさらいです。発売日は10月の22日となっております。発売店舗ですとかプレゼントキャンペーンについてなどは概要欄の方からご覧いただけますので、そちらからチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。